順調だね。順調ですね。依頼は来てます。すげえ。やべえよ、やべえよ。あ、でもね、俺あの時は本当に正直ね、はい、やめちゃうかもしれない。いや、耐えられるから。本当は俺に言わんけどやめたいのかな。ちょっと俺も勘ぐったと思う。初めまして。あ、初めまして。あ、どうぞ。何で歌うの？え、初めて。足早さん？あ、違います。僕は違います。僕はと思ってて、まあ、足早さんかな。まだあるの？いや、もうこれで最後。これで最後です。ゆかとかはもう、あの、友達に行って。あ、足早さんやっとるで。あ、自分でもこの、はい、欲しいやつ買ってた、はい、そうです。いいぞ、ね、うち売ってくれんと。足早さんやってんの？いや、あの、従業員で。すごい2台使ってくれて、各自で大丈夫。あらら、トミちゃんなったか。いいよ。持ち上げれるとかもできないか、手伝うことすらできないですけど、あ、なんてもうまいじゃん。はい、いいっすか。いいよ。YouTube 見た。そうっす、ね。じいさん顔出してました。ああ、出してなかった。ありがとうございます。可愛い。可愛い。そう言うしかないと思うので。気まずって。どんなんやろうな。ああ、楽しみにしよった。やっぱ楽しみにしよった。YouTube から来ていただいて。いやいやいや。何も何も。YouTube は見たことない。めちゃ出てる。めちゃ出てます。こっちの好み？え？好みですよね。好み、私も好みですよね。めっちゃ見てる。言わず、優しい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 。ありがとうございました。これ持っとるで。やらしい、やらしい。全然違う。違いますね。全然違う。二人して首に車にぺったりして。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。順調だね。順調ですね。依頼は来てます。依頼で、あの、買い取る方だね。うちは買い取る方が、一応今月間目標はこれまでがあって、まあまあぼちぼちクリアクリア。先月はちょっと300万ぐらいしたかなとか、200万、300万。一応買い取りの要は仕入れ、はい、お客さんは結構今ついてきて、もう逆にもうごめんなさい、すいません、なかなか販売ができない。まあ問い合わせてくれたらいいんだけど、結局もう予約みたいな。あ、なかったら、じゃあ次入ったらください。すげえ。やべえよ、やべえよ。ちょっと待ってください。え？なんかカメラ、携帯画面が暗くなると。いや、すごくない？これ買い取りの方だ。これがね。売れても、売れても。なんでこれも予約入ったんでしょう？入ってます。すごいですね。で、まあ、これさ、今日の話はさ、まあ、せっかくだから、まあ、自慢話みたいなのばっかなっとるで、ちょっとあれかなと思ったけど、まず何って言って、まあ、先日、まあ、見よう分かってるんですけど、マジで動画が苦しいと。苦しいも言ってないけど、どっち言ってたら何だっけ。ストレス。そうですね、ストレスゼロではないと思います。ゼロではないだからね。優しく言ってくれてるだけだから、うん、で、何ってさ、あの頃ってさ、業務がさ、もうだって今までの通常事務業務をやりつつこれやん、ね、で、週に何回ぐらいお客さんに、まあ、買いも売りもリースも含めて、問い合わせは結構毎日ね。本当、はい、あ、じゃあ見積もり取って出して合わん時もあるから。あ、そうです、そうです。毎日1件以上出た。ありますね。すごいね。すごい勢い。破竹の勢いだよ、これ。全国やる？全国やろうよ。うん、全国買取で、はい、全国の会社と提携してないから。あ、そうですね、全国買取やろ。めっちゃいいよ。俺今、めちゃくちゃまたこれ、俺本当カメラ回ってるアイディアめっちゃ出るの。うん、天才だな。あれですか、東京で買い取ったやつさん、東京に置いといて。もう置いといていいから。そうそう。で、知り合いのところに、これ、別に頼めるとか、芝居も行くと思うから。はい、もう全国買い取りで、まあ別に名古屋まで持ってくるとお金かかるから、東京で抑える。ね、あの、あ、それこそ青森だったら、MZ さん。で、まあ多少払えばさ、ドバッと貸してもらえばいいじゃん。で、結局運ぶ料金とか、別に MZ さん。やばいやばい。客もおるから、結構全国問い合わせも来るんですよ。で、買いたい人もこれ、まあ、愛知、三重、岐阜は結構ね、もう今比較的いいとこなんですけど、北は北海道、南は沖縄か、うん、もう全部買い取りやっちゃおう、うん、いける。じゃあパンパンか、
まあ、ちょっとまだもうちょっと先、もうちょっと先がいいです不安そう。これ社長なんか乗りのわけがいい、ね、で一人決まったよね、採用が決まりました。あのジムの方は、ジムの方は一人決まって、はい、今業務そっちがやってくれて、もうそこから本格指導ってなっとるから。で、あ、そうそうそう、話も戻すと、その後業務でパンパンだったよね。パンパンでした。今はどう？今ちょっと楽になりました。はい、カメラ持ってるとマジでちょっと辛そうだな。よかった、顔が映らないから。気づかなかった、ブリスのショーか。それはめちゃくちゃ違う。嫌なのかなと思って、よく見たら嫌なのかもしれない。本当ですか？そんなことない。辛いっていうかもしれない。取られてるのが仕事も辛いし。YouTube があってことですか？そうそうそう。ああ、そういうことですね。辛い。辛くはないですか？何？いいか悪いかって言ったら、どうなんだろう。めっちゃいいですとは言えないから。だってもうさ、この間もさ、本当に忙しかったって、なんか顔が引きつったよ。死んでた、ね、マジでまだパニック状態でしょ。夜も寝れとか、もう、いやもうなんか、なんか 変ですか。変だよね、はい、あれやったからこれやったからみたいな不安感でしょ。もうずっと人がなんか、まあ、でしたね、顔引きつったもん。唯一の私の楽しみは死んでたんですけどもう末期です。めちゃくちゃやばいって。いや、めっちゃさんとかやばいからマスクして引いてきたよ。いやもうマスクしてるからさんのがやばいよ。あ、でもね、俺あの時は本当に正直ね、やめちゃうかもしれない。本当ですか？いや、耐えられるから、うん、単純にでもボリュームだね、うん、なんか昨日今日とかもう今週はちょっとね、いい顔してるやん。そうですね、やっぱ事務業務が落ち着いて、うん、なんか笑顔って感じが、うん、なんか落ちてきた、落ち着きました。いや、俺本当は俺に言わんけどやめたいのかなとか、ちょっと俺も感じとったもん、本当はもう足場授業やりたくないの、なんか無理してやってるの、何今の顔。間違っちゃねえよ、間違っちゃねえ顔してた今。いや、わかんない、こっち後ろにしか見てない。やめたいなとは思ってない。いや、でも何が不安って別にお金じゃないみたいな感じで、その事務所でなんか責任者がいてここに来なかった、いや昼が楽しいからみんなとやりたいから、うん、なんかじゃあ自分が任されてなんか違う場所に事務所とか、それちょっときついな。それをやめてあげた方がいい、かわいそう。昼だけじゃないもん。何も言ってないから、違う違う、昼だけじゃなくて、その業務中とかも、うん、ちょっと行きにくい、あ、一回一段落ってなった時にちょっと喋れるのがあるわけじゃん、今事務所だと。でもこっち来たらそれがないじゃん、わざわざ電話しなきゃいけなくなるけど、電話するほどでもないってなった時に、それは俺が考えてる。別に別会社にしてもあそこ事務所にいるから、普段からしてるで、何って入れられたらむしゃ苦しいとか、あそこ入れになってきたら、うん、入れるなら別にあそこでいいし、はい、はい、あ、買い取りと、まあでもちょっと申請だね。まあちょっとこのほんと1ヶ月はもうマジで違う、ちょっと体制も変わって、はい、足場が週に2回か3回はここに追ってくれる、はい、プラス、まあ、新しい新ジムが入りました、はい、プラス、まあ、全国行きましょう。はい、でも入ってきてからちょっとは大変ですね。食えればいい。だけど、うん、もう無理し、はい、変な客が付き合わんでいいよって言ってるから、無理しちゃうから、もう真面目で全部やんなきゃいいになっちゃうから、うん、そこだけはもう気をつけて盛り上がってます。ぜひまた買い取りと販売、リース、声かけてください。はい、よろしくお願いします。せーの。また見てね。社長絶対言わせない。じいさんに言わせようとするの。